今回は河合美希が実は善人ってマジと驚愕するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。実は善人ってマジで、ずっと河合は悪人で嫌なやつだと思ってた。んなわけないだろ、一番悪だぞこいつ。作者と監督公認の作中屈指の善人。ずっと嘘ついてると思ってたけど、実は本当のことしか言ってなかった。サムネの河合を見た連載当時の俺は、ふざけるな、お前がやってたのはやめなよっていう軽めの言葉でちゃんと止めなかっただろうがって怒り湧いて、河合が大嫌いだったのに、実はちゃんとそのことも河合が自分で言ってたの、ビビった、はっきり書かれてるのになんでわからなかったんだろ。河合のことはずっと悪人だと思ってたけど、いろいろと見る目が変わった。悪人、聖母、普通の善人って感じだと思うよ。いわゆる優等生カタリナ女の子ってだけで、特別善人でも悪人でもない普通の人だよ。終わり。いや、特別善人だと思うぞ。皆の前で濡れ衣着せられて泣かされたけど許してあげようと考えられると過剰気を逸してる。そういうのもういいから、極端に悪人扱いする人と同じくらい面倒くさいから。じゃあお前は皆の前でやってもない濡れ衣着せてきたやつ許せんの？石田支店だと西宮はクラス全員といいか、特に女子から嫌われてると思ってたから代行したなのに、誰もかばってくれないから利用されて裏切られたと見られるんだと思う。河合の苦しみに焦点を当てると、なんでこんなに怖がって苦しんでるのに優しくできるの？ふってなるから。聖母ってのにのは同感でも、功罪だけを結果論から見るとまあ普通に良い子だなって印象になるから、普通の子ってのにも共感するわ。声の形って読み込むほど全キャラの苦しみがわかるせいで、苦しみが矮小化される気がするんだよね。こんなに苦しんでいるのにこんな良いことをしてくれたって、西宮が石田の机を拭いていたことと同じレベルだから、そんなにって気持ちになる。いろいろと理解した後よりも、理解する前の方がもっと感情的に共感できた気がする。俺が一番納得したのは、焦点を当てる場所によって凄さが変わるけど、基本的に普通の善人、聖母ぐらいの感覚人の罪を許すのはすごいし、聖母って言われるのも納得、普通の人らしい反応はするけど普通に良い子なのも納得。西宮の介護で限界迎えてた上野にとっては、確かに自分の恨みを代行してやっつけてくれる石田はヒーローだった。だから学級裁判の時も止められなかった、私も悪かったかもって不器用ながらも助けようとはしたんだけど、石田が女子を撃ったからはとなった。その度合いは人の価値観によって変わるだろうけど、善よりであることは基本だよな。確かに善人だし善良な子だから、クラスで人望があって好かれやすい人間なのはよくわかるし、自分も絶対に好きになる。でも石田の立場に立ったら理不尽なの承知で、ものすごい嫌悪感と怒りが湧くのもわかる。河合の優しさって大切な〇〇ちゃんに優しくしようみたいな、個人に向けられた特別なものではなくて、道端で倒れてる見知らぬ赤の他人に大丈夫ですか、救急車呼びますねっていう無償の優しさだと思う。全くの赤の他人でも目の前で倒れてたら救助活動したり救急車を呼ぶけど、何とも思ってない赤の他人だから、その後死んでも何とも思わん。マジでこれなんだよな。だからすごく良い人なんだが、あえて言うなら好意の裏付けがない。河合はちゃんと西宮が自殺未遂したことに傷ついてただろ、だからこうして傷ついた自分を、自分は可愛いって必死に励まして、石田のお見舞いに行こうとしてた。そんなん読んでる時はわからんだろ、後から河合の自分は可愛いがナルシストでもうぬぼれでもなくて、自分を励ます言葉だとわかるけど、河合の優しさの本質はまんまこれなんだけど、周囲からすると特別大切な人だから好けようとしてんじゃないのってなる。だから救助しようとした人が臓器移植を必要としてても普通に拒否するし、後々死んでも特にダメージを食らわない姿を見てると、この子なんなんだろって不気味に見える。要するに本当になんとも思ってない相手にも良識と倫理観で優しくするから、現実にいたら絶対にみんな好きになるし、作中でも確かに人望がある。ここのすべて見た河合と佐原は同じ天然で似たような性格してるけど、同じ10人に1人しか敵を作らない天然でも、コウスペでリーダー気質の河合とすぐ逃げる佐原じゃ敵の数が違うって意見に納得したな。佐原もな、せめて西宮の会合最初から全面的にやってくれてたら手話を買ってでも平和なんだけど、上野が会合やって限界来てる時に手話やるってしだしたからな。佐原
からも同じ状況になったらエータバのことを汚いと思うのかなと読み返したけど、そもそもエータバとサワラの関わりがあんまなかったわ。サハラだとそもそもヒートアップする前に逃げたくなるし、そういう状態だから強がっていても強くは出られないから、そもそも同じ状況になることがなさそう。ああ、目の前で怪我してたり倒れてる人がいたら赤の他人でも救急車呼んだり簡易的な手当てはする。でも臓器移植必要で君の臓器が必要なんだとかになったらさすがにしないし、拒否ったせいで相手が死んだとしてもなんともしわんみたいなもんか。まあそんなもんだな。悪く言うなら好きでもないのに良い顔しすぎだから、これで絶世の美女だったら思わせぶりな罪な女って言われてる。社会通念上の道徳や良識に照らして正しい行動を取れるし、起きた出来事にはそれに応じた反応を返すけど、本質的には傍観者気質、ある意味一番よく言う日本人像してるよな。嫌立場の割には関わるからこいつ苦痛推進より善人じゃねえってなるんだ。ただこの子おそらく友達グループとしては常にメインキャラとずれてんだろうね。このシーンの実は可愛はちゃんと協力残ってる方の耳元で喋ってるし、西宮は歪んで聞こえてはいるけど理解力はあるから伝わってて抱きしめてるんだよな。でもそういうのに気づかないと何も聞こえてない西宮にベラベラ喋るから愛のシーンにしか思えない。実際にサハラは聞こえてないのになーって扱ってる。いやでもサワラにもマシバにも河合さんの優しさは伝わってるよ。ここでマシバは河合のことを見直してるから自分を勝手だなって思って、いやいや自分だけが勝手じゃないはずって思って河合に変な釜かけをして、そんなことをしてる自分が愚かに思えた。西宮に聴力が残ってる、割と理解してるっていうの連載当時は気づかなかった。ずっと西宮は完全に聞こえてなくて何を言われてるのか何もわからないって思い込んでたから、読み返すと西宮は自分に自信がないだけで聴力残ってるし理解力あるし対話を望んでるんだよな。可愛って最初は当たり障りのないように西宮を気遣おうとしてたけど、西宮が映画制作を再開するってふざけたことを言い出したら西宮を叩いたり、意外と考えるよりも先に体が動くタイプじゃない。おそらくそうなんだと思う。だから石田にひどいことを言われた時も頭より先に涙が真っ先に出た、別に涙を流してどうこうしようという考えは一切ないけど、石田視点だと計算して涙流してるように見えてしまうんだよな。考えてから動くときは自分のことを愛してしまっているから恐怖で動けなくなる、臆病になってしまいがちなだけで、基本的に考える前に体が動く。ヒーローかたぎな子だよ。成長後は自分のことを愛して励まして恐怖や臆病を克服してる。石田の過去暴露も小賢しく何かを考えてたわけではなくて、純粋に恐怖心から助けを求めただけだし、涙も勝手に流れてるだけなんだよな。だから後々ちゃんと反省するし自分を慰めもする。成長をしたということを表す描写が、西宮と同じ髪型を変えるという描写なのに成長をしたということが一番わかりにくい女。成長前はマシバに褒められた髪型にして自分からマシバに話しかけることができなくて、石田を経由してマシバに話しかけてたり、自分を愛しているから臆病になっていたのが、成長後は自分の元の髪型にして自分からマシバのことが好き、マシバと同じ学校に行きたいって言って自分を愛して前に進めるようになってるからな。小学校の時はあれこれ考えて上野に逆らえなかったけど、高校生になったら石田の部屋の立てこもりとかバカやってる上野にやめなさいって叱ることができてるのは成長だなと思う。河合は暴露シーンがきつくて良い感情が湧かないけど、実はずっと本当のことしか言ってない石田にとっては苦々しいから、石田に感情移入してる読者にはめちゃくちゃきつい。とは言ってもどうしても石田目線で物語が進むから河合が嫌いになるわな。可愛ってなんでこんなに嫌われてんだよ。ネットの評判聞いただけのが批判してるだけでしょ。物語パラパラ読んでるだけだと石田の言う通りの人物に見えるから、そして可愛の言ってることって可愛の立場からするとごもっともなことしか言ってない。なんなら石田の立場からすると優しすぎるくらい。だけどそういう先入観があるから何言ってんだこいつってなって嫌いになる悪循環。河合は傍観者でいじめを内心楽しんでるっぽく見えるけど、実際にはちゃんと石田に注意してるし先生にも報告してる。
河合は善人ではあっても聖人ではないから倫理観と常識はちゃんとあるから障害者の介護はするし、いじめにも勇気を持って注意したり先生にも報告したりはする。この時点でものすごい善人なのは事実でも、介護に対しての愚痴には共感するし、自分が代わりにいじめられようという自己犠牲は発揮しない。作中でも人望あるけど、現実にいてもすごい好きになると思う。優しくて善人で、けど愚痴には共感してくれるし、問題が起こっても正論で切り捨てずに友人をちゃんとかばってくれる。でも石田のような立場に立つとすごい嫌なやつに見えるのリアル。まあ自分を善人に見せるために合唱で口パクして西の宮をミスさせたり、いじめを煽ってたくせに石田に指摘されたらやってないと嘘泣きしだすから。してないけど石田にはそう見えてるから読者にもそう見える。そもそもあのクラス事務所しかいないから。そういう風に石田がレッテルを貼って見てたから読者にもそう見える。バツマーク外せよ。いじめ注意してたら、そのいじめてたやつに突然濡れ衣着せられかけても許そうかなーとか思える良い子だぞ。ただ女の子なので、男の石田には怯えていじめを乱暴にでも止めようとはしなかったり、愛想笑いで流してしまってたのはあるが、まあその時は小学生なので。石田視点だから河合が石田を怖がってるなんて思わないけど、そりゃまあ怖いよな。好感度の低い善人、嫌悪感の楽タイプの善人。でも友達になったらすごい好きになるのはわかるから、人望があるのはすごいわかる。ただ石田の立場になったら河合がどれだけ正しくても理不尽に嫌悪するのもわかる。ぶっちゃけ河合って石田のことどう思ってるの？そこが不明瞭だから不気味だし怖いし気持ち悪いなってなる。そもそも人並みの情緒や倫理で動いてると思ってはいけない。じゃあ何で動いてんだこの女。もしかしたら味と佐藤先生みたいな動機かもしれない。どっちの味い佐藤だよ。どっちもコインもらってテロ活動してるのはそう。いじめっ子の怖いやつだったけど今は反省してるっぽいし、ましばくんとの仲取り持ってくれたからいい人。友達だと思ってるだろ。小学生の時はクラスのヒーローだったのに、いじめを始めた男子クラスメイト。障害者の女子にガチの暴力を振るうやっこだからすごい怖い。自分に濡れ衣を着せようとしてくるやつだからいじめられていい君。高校で突然話しかけられて怖いけど、マシバとのキューピッド役やってくれたし、映画制作も携わるようになってよき仲間。いじめを口止めしてきて脅して記憶捏造しだしたから、こいつ変わらないなと思いつつ、大切な仲間なので説教する。気持ち悪いとか言われてこいつ最悪。でも飛び降りてひどい目にあったから許してあげよう。こんな感じ。河合は高校あたりから石田に対して好感度高いし友人認定してたからこそ、泣くほど怖がりながらも石田にしっかりしてほしくて説教した。でも石田は、河合は俺を嫌ってて悪意があるという先入観があるから悪意ある行動で自分を陥れようとしてる風にしか見えなかった。今は反省してるっぽいし、当事者である西宮さんが良いっぽいから自分がどうこういる筋合いはないかな。まあ表だっていじめなんてやめなよと言えるタイプではない。そういうタイプだった佐原が学校来なくなったのも見てるわけで。あの場面って佐原が善人風に見えるけど、実際は西宮の介護で限界来てる中で手話も習得しろっていう無茶ぶりされて、いやもう無理です、キャパオーバーですって主張してるのに、一人空気読めずに私やるって言い出したんだから、そりゃはぶられるわなと思う。佐原にとっては恐怖だっただろうけど、他の女子たちからしたらよくやってくれたとなって上野に人望が集まるのもわかる。連載前と連載でキャラ違うしな。あとクラスのヒーローは自己認識とそのコミュニティ内の話で普通にいじめグループという扱いだぞ。石田視点では西宮はクラスの全員から嫌われてて、間接的にか直接的にいじめに関与してるか、西宮がいじめられてることを望んでると思ってたから、俺が皆の願いを代行していじめてあげようって気持ちでいじめてた。だから学級裁判で皆にかばってもらえず、河合が泣いたことに対してお前らの望みを叶えてやったのにってなったけど、高校で石田のいじめの過去暴露してフラしてるのはあまりにもひどくね。ひどいと思ったからそこは謝ってるし、今は反省してるんだと。マシバが聞いてたり、後に他のクラスメイトも石田を受け入れてくれてるあたりちゃんと説明はしてる。そもそも石田が昔のことを反省してないような態度取った上に急にキレてビビらせたのが原因だし。
河合は石田の過去を暴露してやろうって気持ちはなかったけど、石田が河合も西宮の悪口言ってたの嘘を聞き出すからしっかりしなさいって説教して本当はこうだよと教えてあげてた。あの漫画に純粋な善人っているか？純粋な善人の定義によると思う。河合は屈指の善人なのは確かだけど、さすがに友達がない子の代わりにいじめられようとは思わないし、自分に濡れ衣を着せようとしてきた石田がいじめられたらいい気味と思う。そういうのを純粋な善人と呼ばないなら、善人ではない。学級裁判のやつ読み返すと実は上野は放置してた私も悪かった。かもと言って河合が上野さんはむしろたしなめてましたって子供の不器用さがありながらも連携して石田救出に動いてるというかそこまでことが大きくならないようにしてたけど、パニックった石田が女子を売って台無しにしてやがった。ここら辺、子供のあさぎえというか自分の保身が言い切れはあるけれどどうにか石田を救出したいってのは伝わるなのに真っ先に石田に裏切られたんだからそりゃわ。ってなるわな。まあ良くも悪くも普通の子よね。普通なりに奥老人のためになろうとはしてるからやっぱ善人ではあると思う。偽善と言ってしまえばそうかもしれないけどやる人間だし。偽善だから善人じゃないとか言ったらぶっちゃけこの漫画ほぼ偽善者しかいないからな。石田と西宮は自分の罪悪感を和らげるためだし、ゆずるは周りへの反抗心もあってやってることずれてるし、長塚は親友といい立場に寄ってるだけだし、沢良は自分の弱さから目を背けるためだし、家のは石田への気持ちありきだし、真柴は自分をいじめてた連中に対する憎しみだし。石田にとっての善人の定義は我が身を犠牲にしても他者に対して尽くすやつなんよな。だから滅私奉公とも言える行動をしてる西宮は当然善人認定だし、自分のためにボロボロになってくれた長塚も善人認定、西宮のためにいじめられて不登校になった佐原も善人、でも河合は自分を犠牲にしないから悪人。河合は自分が善人に見られて可愛く見られることが何よりも大切なんだよ。だから口パクして西宮をミスさせて善人やろうとするし、西宮の筆談を拒否して自分よがりにベラベラと相手に聞こえもしない言葉を喋り出す。西宮は一応聞こえてる。歪んでるというか母音で聞こえてはいるけど、西宮は実はちゃんと言葉は理解できてる。しかも言うと西宮は言葉での対話を望んでるし、河合が喋ったのは補聴器がついてて聴力が残ってる方の耳だから、実はちゃんと西宮に配慮してる。なんか完全に聞こえない子みたいな感じに思ってたけど、聞こえてたならなんで筆談望むんだ。発語能力が未発達だから、例えばこんにちは破音嫌に聞こえる、それが挨拶してるんだなっていうのは理解できるけど、聞こえる音が音嫌だから自分も音嫌というので会話が難しくなる、そういうのもあるけど、一番は西宮がいろいろと面倒くさくなって完全に聞こえないふりするのが楽だから。口パクはあれ、周囲の子の歌う前の呼吸とテンポ取りを西宮が視覚情報だけを信じて歌ってると勘違いした描写だぞ。耳を信じれば歌ってないことが分かってたのに、河合以外の子の口も同じように開いてる。西宮は障害者の中では聴力は残ってる方だし理解力もあるんだけど、肯定してくれる人がいないから自信なくて視覚情報に頼ろうとしてるんだよな。そこら当たり不幸だなと思う。動画見返したが紛らったわ、すごい驚いた。なんか動画なの、河合美希とは何なのかがわかるって。題名でコメント欄も口パクしてるって、鋭い洞察発揮してる人たち多くて自分も本当だとわかった、気になってた。うわ怖い。菊支部大百科の河合美希で、客観的事実が目の前にどれだけあっても認知が歪むと真実が見えなくなるってのがあって、その通りなんだと思う。アニメの話ならアニメの河合は嫌いだわ、だっていじめを止めてたって言ってるんだもん。原作の河合はやめよって何度も言ったけど、注意したらいじめられるんじゃないかと思って注意できなかったって言ってるから、好きやめなよ表みたいなこと言ってるだけでいじめ止めてるわけねえだろ。言うてちゃんと先生には報告してるのはアニメも原作も一緒なんだけどな。先生に言うのって小学生としては切り札というか最大の行動だけど、竹内があれだからどうにもならんかったし。原作だと西宮係は上野だけがしてたけど、アニメは女子全員で世話をしてる感じで河合が世話をしてるシーンもあるからな。西宮が血を出した時に縛ってきて西宮を心配して石田を睨んだりやることはやってる。原作の河合が自分に厳しいだけだろ。
竹内は言ってることは大体正論ではあるんだけど、いじめを認識してたのに大きな問題になるまで止めようとしなかったりと、いい先生ではないというのが絶妙な塩梅。自分は聞こえないんですって言い訳して、少しは聞こえてるのに全部聞こうとしなかったのが西宮。自分はみんなの代弁者なんだ、自分はいじめ加害者だからみんなに嫌われてるんだって言い訳して、見ようとも聞こうともしなかったのが石田。大体その二人視点で話が進むから分かりにくいけど、その分嘘は少ないんだ。レッテルさえ外せば理解がたやすい構造になってる。レッテルが外せればね。石田はともかく西宮の方はしょうがないよ。聴覚障害者なのに健常者のクラスに押し込まれて無知で幼い子供たちの中で補助もなしで生き抜けってなったら、そりゃ全部聞けないふりするのが楽になる。実際にそれで小学5年まで学校に行けてたし、そういう成功体験があったから何も聞こえないふりが染みついた。いじめをするやっこや、やたらとクラスメイトにちょっかいをかけるやつは、殴ったり怒鳴りつけるなりの強いショックを与えなきゃダメって話なんだろうな。まっとうな子ならやめなよって言われたらごまかすように笑いながらふざけるのを止めるでしょ。誰だって子供の頃に見たことあるだろう。真面目な同級生に軽く注意されてチェーとかうるさいなーとか言いつつもいたずらを止める子。石田も西宮も皆が自分を嫌ってると思い込んでたから自分ではどうにもならないと思ってたけど、実際には自分が皆を嫌ってるだったから自分の気の持ちようでどうにでもなったっていうのはうまい結末だなと思う。合唱やってる時に自分やみんなの口の動きとか気にしたことあるやつなんてほぼいないだろうけど、前奏を口パクしてるやつ多いよな。作者はよう気づいたわ。合唱のシーン、兄よりだけど可愛い誤解を抱くようになってる、あたり可愛いってキャラと作品における立ち位置への理解がすごいわ。最初は普通に可愛いが西宮を介護する心優しきシーン一部を見て知った。気になると可愛いが口パクして西宮を陥れたシーン、ちゃんと全部見れば可愛いだけじゃなくて手前の子も口が開いてて西宮が視覚情報に頼ってミスったシーン本当にうまいわ。石田可愛いは西宮をいじめてたし悪口言ってた。じゃあその場面見たのか、記憶あるのか。石田、そんな場面見たことないし記憶にもないの流れはすごいぞっとしたし、めちゃくちゃ怖かった。石田だけがそう思ってたんじゃなくて、紙視点で読んでるはずの自分すらそう思ってて、でも読み返すとそんな場面一つもなくて、自分の記憶のいい加減さを突きつけられてすごい怖い。最初読んだ時はいや絶対言ってたって思って完結まで可愛い嫌いだったけど、可愛いは本当に悪口言ってないと聞いた上で読み返してみると、相槌は打ってるけど悪口を言ってる描写は本当になかったし、笑顔作ってはいれど、いじめを見て笑っている描写もなくて、宇宙猫になった存在しない記憶。可愛いはめっちゃリアルな善人というか現実にいる善人だなと思う女子に対して流血沙汰を起こす石田が怖くても注意するし、先生にも報告していじめ抑止に動くし、西宮を無償の善意で介護するけど西宮の代わりにいじめられる気はないし、西宮が転校してもダメージ受けないめっちゃ善人なのは本当。石田が信用できない語り手だからな。石田は信用できない語り手だけど、客観的事実はそのまま描写されてるのがすごい。最初は石田視点に引っ張られて間違った認識をさせられるけれど、ここは実はこうだよって情報が入ると本当にそのまま。最初読んだ時はなんだこいつ、記憶捏造しやがってマジ景色悪いなってアンチ思考だったけど、可愛いが本当のことしか言ってないって分かった後だと怖いレベルの善人だなと思う。普通に考えて皆の前で無実の罪をなすりつけられて泣かされるってガチのいじめだけど、いじめられてる自覚なくて恨まなくて、いじめられてたと自覚した後も許してあげるべきかもってなるのすごい。上野はあんたと違って私は葛藤してたって言ってたけど、普通に考えて西宮いじめに参加してたのに石田を裏切って石田いじめに参加した上野と、西宮いじめに参加せずにむしろいじめ抑止に動いてて、石田に濡れ衣を着せられかけて泣かされたから石田へのいじめをかばわず、けれど石田いじめに参加することはなかった。可愛いとじゃそりゃ話が違うわな。おそらく上野も可愛いは西宮いじめや石田いじめに参加してたって記憶が歪んでる節があると思う。西宮への口に相槌を打ってくれてたし、石田いじめを因果応報と言ってたから。でも可愛いにとっては西宮の介護やってる上野の苦労に寄り添ってあげてただけだし、石田は自分、可愛い、
に濡れ衣着せようとして失敗して立場を失ってるから本当にそのまんま因果応報なんだよな。本人の認識としては同調させられてた。だから寄り添ってたかは微妙。当時の上野ってクラスの中心人物だったし、同じ女子グループの中にいた河合にとってはある意味石田以上に強く言えない存在だったのかもしれない。それでグループの中で笑顔を浮かべて同調してたから、上野からすれば一緒に西宮をいじめてたし、佐原から見たら同様に怖かった。河合も河合で石田や上野の態度とかでバイアスかかってる部分もあるんだけど、その上で反省してるなら許すべきって考えてるから、そこまで問題にならないし、実際の描写と比べると少なくとも石田よりかは正確に物事認識してるんだよな。損するタイプの善人間が悪いし小賢しくないから空回りする。実際長塚がデリカシーなしで小汚いのはさておいて、とっさに長塚に出た言葉が汚いの時点で善人には思えない。疑心にマイナスがないのだとしても時々上からな面が目立つし傲慢ではあると思う。善人であり傲慢さもある作中人物はどいつもこいつも業が深すぎて河合には何も言えないけど、河合自身にも業はある。言うて読者視点や男子視点では面白くていいやつだけど、女子の前では数知ると嫌なやつだよ。長塚が河合の前でも元を出すようになってからは普通に友人になれてたけど、あの格好付けは本当にきつい。ネイロ今までよく友好的に接することができたよ。河合が長塚を汚いって言ったのは長塚が嫌なやっこだからじゃなくて飯の食べ方が汚いからって説が有力だぞ。長塚の飯の食べ方が綺麗なアニメ版だとその髪の毛って本物をって聞いて長塚の髪を触ってボサボサにしてたりする。傲慢というか倫理観や常識はちゃんとあるからずっと嫌な態度をとって嫌なことしか言わん。長塚にも優しくしてあげてたけどそれ本音は嫌いだよねっていうごく当たり前のことだと思う。上から目線というか仲の良い人に対して母親目線なんだよ。そういうの良くないよ。仲の良い人に対してしっかり言える子なんだ。石田のいじめ暴露もしっかりしてっていう悪意があったわけではなくて、石田くんしっかりして本当はこうなんだよっていう訂正とサトシなんだよね。泣くほどすごい怖いけど良き仲間で友人だと思ってたから相手のために勇気を持って説教した。でも石田は河合に嫌われてると思ってるから悪意ある行動にしか見えないし、正論すぎて耳が痛いから喋らないでほしい。ずっと前に勤労で見たっきりだけど、そういえば彼女に反感を持った記憶があまりないな。石田の言い分やミスリードを真に受けなかったわけではないけど、